時刻か始まるわよ。ねえ、この船にいい男がいるって聞いたんだけども、そのいい男ってあんた、この船にいい男がいるって聞いてきたんだけど、いい男ってあんた。ああそうだ、ああそうだハニー、確かにイケボ、確かにイケボ。ああようこそこの船。あれ船長さんだ。あ、船長さん、船長さんだ、船長さん、船長さんだ。人18人ぐらい湧いてましたね。やばすぎて。このマップ10人しかいませんけど算数できますか。でもアドミン見たらキッチン58です。もうそれ数字で出てるでしょ、多分58って。まあじゃあ行きますか。じゃあちょっといい男、はい、いい男を探すたびに出ますが。このそうね。この船にいい男いるって聞いて来たのよ、4人で。どこにいるのかしら。合コンか。4人で。合コンできそうだもん。あ、配線配線。ちょっとそこのあんた、この船にいい男いるって聞いたんだけど、あんたがそのいい男？あ、僕。結構いい男っすよ。今、超高級シャワー浴びてるんで、これ。超高級シャワー。ごくり。いい匂い。それはいい男。どうしようかしら。でもちょっとまだ早まるな、トスコ。早まるな、トスコ。もっといい、もっといい男がいるかもしれない。探すわ。ちょっといい男の匂いがする方へ行くわ。いい男は、暗室にこもるって言うからね。暗いとか。いや、これカメラで探すのが一番いいわよ。トスコ天才？トスコ天才じゃない？カメラで探すはいい男。ちょっといい男全然映んないじゃないのよ。どうなってんだよこのカメラ。壊れてんの？このカメラ壊れてんじゃないの？いい男全然映んないわ。どういうこと？これどっかで集まってるわね。アドミン見るわ。あ、いた！あ、ちょっとそこ、そこのあんた。はい。ちょっとこの船にいい男がいるって聞いたんだけど、あんたもしかしてそのいい男？なんか噂によるとバレンタインデーでいっぱいチョコもらったって言うじゃない、あんた。あんたイケメンなんじゃないの。あんたイケメンなんじゃないの。それでちょっとってあんた相当なもんね。あんた相当なもんよ。ちょっとあんたちょっとちょっと暫定1位をちょっと考えておくわ。ちょっといい男いっぱいいるって聞いてるんで、ちょっと今すぐにちょっと出せないけど、ちょっと暫定1位をちょっと考えておくわ。ちょっとあのオラフっていう男相当ね、相当ないい男や、あのオラフっていう男。とりあえずちょっと見えないと話にならないから見えるようにして、ちょっといい男の情報をダウンロードしておくわ。やっと見つかった。どこにいたんだ。ちょ、いい男が2人も、いい男が2人も死んでる。ちょっと20秒以上前に死んでる、メイヤさん。20秒以上前に死んでた。うん、メイヤさん、あれっすね、変貌の下で死んでました。変貌か。あ、でもこれで、これで44だから。変貌エロちゃんはね、20秒以内。これ変貌、メイヤさんいたのめちゃくちゃ。最初らへんだけどね。マジで20秒以上前に死んでたから、マジで多分キルクール上がってすぐ切ってる。でもこれで44だから合コンにはちょうどよくなったね。ちょっとこういう女ようにはなったけど。おい、妻子持ちだろ。確かにそうじゃん。ちょっと何言ってるか分かんないわ。やばい人いる。ちょっと何言ってるか分かんない。停電直した時にいたのが慎太郎オラフが展望デッキにいたけど、うん、うんうん。でもね、僕とオラフくんね、たぶん武器庫とかから向かってるよね。うん、ですです。うんうん、僕、序盤、宿舎前らへんでいて、ネロちゃんが宿舎前でエンジンで分かれましたね。その後、僕、エンジンのベントの上にいました。いたわ。あー、でもネロちゃん、エンジンのベントの上、武器庫からエンジンの方行ったと思うで。ちょっとアベコ、ちょっとアベコ、あんたいい男食ったんじゃないでしょうね。食ってない、私は。あんた
どう見たってあいつらいい男じゃないわよ。あ、ほんと？やっぱり竹ちゃんは目が相変わらず竹子は厳しいわね、ほんとに。もうやっぱ年収1000万以上じゃないとね。厳しいわね。確かに確かに、名屋でも YouTuber なんて不安定よ。名屋年収35万って言ってたからな、名屋ちょっと厳しいわね。心が やば。え、結局誰がインポスターなんですか？竹尾さんです。あ、竹尾さんなんだ。いや、わかんないです。え、竹子、あんたクズをぶち殺したの？クズをクズって誰よ？メイヤさん、うん、メイヤさん。竹尾さん停電直してるから怪しいと思うんですよね。停電直してる。停電の、まあでもこれでこれでいい感じの合コンできるんで、私にとってはこっちで。確かに今 4対4だ、うん、いいシチュエーションで。じゃあ残りのいい男、慎太郎アニバーサリー男だから、ちょっと今乗ってるから。あー、タケコちょっと あんた今のところ誰良さそう？そうね、ちょトイレのタスクしながらでもいい。ちょっとね、まあしょぼいかな、今回の。あ、ほんと？あんた、ほんとに厳しいわね。実家が太くないと。あ、新しい男来たわよ。あ、ちょっと。あ、しい男来た。しんちゃん、しんちゃんちょっと、しんちゃんちょっと、ちょっと待ってください、しんちゃんちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、逃げるんじゃないわよ、しんちゃん、しんちゃん待ちなさい、あんた年収いなさいよ、しんちゃん。あ、ちょっと待って、あれ、しんちゃんどこ行った？あれ、しんちゃんどこ？タケコ、しんちゃんどこ？しんちゃん見失ったんだけど、ちょっと。はい、影丸さんです。はい、違います。完全にアルマくんがやってましたとも言い切れないのが怖いです。新様、ドアを僕が開けている証明取れません？影丸さんが突っ走っていきましたよね、先に。え、違う、俺が開けてもそのまま上を押してたんだよ。そんなことより、しんちゃんの年収が開けた瞬間、そんな情報よりしんちゃんの年収、開けた瞬間に僕がドアの前に立っていて、影丸さんが突っ走っていて。あれ、一回年収聞こう。うん、その前にしんちゃんの年収聞きたいんだけど。ああ、うん。僕の年収 NG なんですよ。だから親御さんから NG が出てるらしい。ネオレンズストップがかかってるんで。ちゃんとドツマチみたい。親御ストップは確かに。しかも私の配信を見てたらしいわ、しんちゃんの親御さん。ちゃんとドツマチ見てる。もう親御さんに挨拶してんのね、あんた。早いわね。一方的な挨拶が。早いわね。早いな。影丸さん、早く自首してください。違う。いや、罪が軽くなりますよ。いや、今、どんどん自分の罪を重くしてるのはあなたですよ、アルマ君。ちなみに、審査的にはどうなんですか？わかんない。あ、でも確かにまたちょっと、でも確かにまたメンズ4人になっちゃったから、バランス取るために3、3にした方が雰囲気いいから、メンズ削るのはありね。確かにね、ずっとそれ主体で考えてる。タクオさんいたよね、現場に。いや、でもあれエンジン方面から来たから。いや、そう、本当にそう。タントスさんから、うん、いや、タケコと一緒にしんちゃんの探してたから合ってるわよ。あ、そうなの、うん、そう、サンコと一緒に来たから。そう、一緒に、一緒に探したから。タケコとタケコさん、タケコサンコは一緒にしんちゃんの尻を追っかけてたわ。だから隠しろよ。オラフ君は、影丸さんです。え、誰に入れたの？いや、わかんないから適当ねえだ。待って、怖い。いや、マジで違う、本当に違う。あ、まあ、いや、だって、アルマ君がタスク。じゃあ、ここかな。もう僕、あとミーティングで終わります、タスク。安倍はみんなと合コンするためにずっとミーティングでスタンバってました。第一印象から決めてました。タスクはお願いします。どう、俺かよ、エロラシュ、エロラシュ。あんたもう結局、それはオラフ君に入れたやつ絶対女だろ。結局青い男に行くんだからな、結構。あ、お、おい、停電が残んねえぞ。最初も
いる。ナイスボタン。ナイスボタン。じゃあ邪魔者もいなくなったし、三三になったんで、そろそろ誰が誰にやってるか。好きな人に投票する？誰が誰やってますか？あ、でもアルマ慎太郎ラフで女の子どれを選ぶか。ちょっと、私たち一旦トイレ行ってきていいですか？じゃあちょっと何でメイクメイクしメイク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 ちゃんと阿部子さん子竹子も選んでね。あ、じゃあちょっとやっぱり会議必要だからラウンジで。あ、そうですね、一回じゃあ一回あラウンジ一回あのメンズじゃラウンジで一回メンズとメディースラウンジなの話して、うん、ラウンジでさ、ね、女の子3人が、うん、一番左のトイレにサントスさんが入って、うん、左から2番目にアベレージさんが入って左から3番目に竹雄さんが入って、マッチング、それ男3人でどれを選ぶ、あの、一斉ので入りましょう。ちょっと待って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 、なんでなんであんたらが選ぶ立場なのよ。なんでよ、そう、私が、私が、あ、逆がいい、そう、逆がいい、逆がいい、そう、私たちが選ぶ立場、あ、逆がいい、三三四でギリしてる、三三ギリしてる、選ばせなすなよ。じゃあ一番左から新様アルマオラフ君でいいですか、うん、トイレ、オッケー、オッケー、はい、じゃあそれで、じゃあ僕らトイレ入ってくるんで、はい、オッケー。今まで何のためにこのターン費やしてきたと思ってんのよ。もう散々ギブした私たちは選ばせた、ちょっと女たちで、そう、一回ちょっとメインのちょっと、あ、ちょっとメインで、メインでちょっと話し合いしましょう、うん、絶対に色を入れたらこれちょっとこれ、もう私も正直悩むわね。いや、私も正直決めてる。あ、あれ？あら、私も正直決めてて、あ、私から、私から、私たち被っちゃってたら一番嫌だから、うんうん、どうしましょうかね。私ね、正直ね、やっぱね、どうしたの、たけちゃん。たけちゃん聞こえるわよ。たけこ聞こえる？あ、聞こえる？たけちゃん、たけちゃん、たけちゃん。一回ちょっとたけこ音声トラブルかもしれないから。たけちゃんミュートにしてるかもよ。更新で、更新で。たけこ、たけこ、現場のたけこ、現場のたけこ。聞こえる？あ、聞こえる、聞こえる。あ、聞こえる。更新したら聞こえた。もうあんたったら本当にドジっ子。そういうとこ可愛いよね、あんた。ちょっと悩んだんだけど、悩んだんだけど、アルマ最近伸びてるし、慎太郎もちょっとアニバーサリーだったからいいかなと思ったんだけども、で私やっぱ面食いだからオラフで行くことにした。あら、そうなんだ。オラフ可愛いわね。なんか女母性くすぐられるっていうか。そう。しかも尻もいい尻してるの。ちょっとさっき触らせてもらったんだけどいい尻してたから。あー、ちょエッチー。そのあと手出すの早いんじゃないの？そうよ、もうちょっと、いやでもあの尻は誘ってた、いやでもあの尻は誘ってたから、あの尻は、あの尻は誘ってたからもうしょうがないよ。ちょっと、じゃあもう、私は新様行こうかな。だって、あの、なんか実家が太いらしいんで、カフェね、その料理ができないらしくて、ああ、言ってたわね。なんかこれから一人暮らしするらしいんだけど、私が支えてあげようかな。あら、ああ、優しい。たけちゃん、やっぱいいよ。ほんといい女ね。私はやっぱ、アルマくんかな。さっきのあの、子供っぽい感じ、すっごい私、ゾクゾクしちゃったの。ああ、あんた、母性くすぐられてダメだもんね、ほんとに。そうね、やっぱ男はいじめるに限るからね。あ、ちなみに私、オラフの場所しか聞いてなかったから、一番、あの、右から2番目入るけど、2人とも覚えてる目当たり。オラフ、アルマ。私が確かアルマだから真ん中ね。あれあれ、ね、え、合ってる？左から順に左から順に誰か誰かオラフだったから、私は右からにもうオラフのことしか聞いてなかったわ私は。まあ、いたよ。あ、起きた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 起きじゃあ行きましょうか。行きましょうか。あ、停電、あ、いいよね。行ってから停電よね、これ。行ってから停電。直前で停電入れてもらえるとありがたいよね。そうね、そうね、そうね。これ、この中に。あ、ドキドキする。ちょっと、停電お願いします。お願いします。あ、しまった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 。だって、連れてるから、連れてるから。じゃあ、停電入れてくるんでしょ。じゃあ、行くよ、あんたら。行くよ。もうオラフくん、お待たせー、オラフくん、お待たせー。ちょっと尻触ってもいい？ちょっともう。お尻ちょっとお尻触ってもいい？ちょっとな、
やっぱり顔もいいし、顔もいいし、今伸びてるし、お尻も可愛いってことで。あ、入ってきた。ちょっとアルマ、ちょっとアルマ、何入ってきてんのよ。ちょっと。あれ？死んでた。食べられてる。シン様？あれ？いや、シン様、美味しくいただっ、肉食系女子。文字通りそうよね、タケコあのなんか実家が太いから新様行くって言ってもらうあんた遺産狙いだったのね保険金殺人よこれは恐ろしい女保険金殺害よもうあんたいつかやると思ってた私ってなったあとストーリーかいや終わりだよ影丸さんインポスターだからえいや美味しくいただいちゃいましたもうあんだったらそこはタケコのいいとこよね肉食系すぎるガチの肉食系肉食系すぎるだろいやなんか相乗り見てる気分だったわあれって打ち合わせでバラバラに入ったのかそれとも本気でバラバラになったのかあいやでも打ち合わせ、うん、あ打ち合わせかなんだでも誰がでもちょうど終わりましたよ誰がどれいいかって本当に真剣に吟味して終わりましたよ本当に確かに相当時間ありますよね何を真剣に吟味